こんにちは。今日はスイスのホテルの中のスパで思わず買ってしまった、前から気になってたけどなかなか売ってるのを見てなくて、まあ、欲しいけどちょっとどうしようかなと思ってたものがホテルの中のスパにあったので買ってしまいました。で、何かっていうと、バルマンの2021年のアドベントカレンダー。今日は、そのアンボクシングをしていきたいと思います。まずアドベントカレンダーについては、別のラメールの2021年のアドベントカレンダーの開封の動画でも、紹介したんですけど、クリスマスの日をカウントダウンするカレンダーのことをアドベントカレンダーといって、特に、まあ、大体アドベントカレンダー一般的に売られているものは1日から24日までカウントダウンのための箱に窓がついていて、その中に1日ずつ、お菓子だったりおもちゃだったり開けていくと中に入っていて、クリスマスまでの日を、まあ、ウキウキしながら待つことができる。で、そんな素敵なカレンダーをアドベントカレンダーって言うんですけど、今回このバルマンはヘアケアのプロダクト、ヘアクチュールでヘアケアのプロダクトで毎年アドベントカレンダーを出していて、日本だと売って、そもそも売ってないんですけど、欧州とかあとアメリカとかだと普通に売ってるので、あ、ちょっと欲しいなって思ってたところでした。でも今日はスパに行って見つけて、あ、もうこれ買えるってことだなと思って、買ってしまいました。じゃあ早速開けていきたいと思います。こんな感じです。こんな感じで観音開きで開いて、初めはこんな感じの中身はこんな感じになってます。瞬間にもう こういう仕掛け本当に大好きなんですけど、ちょっとじゃあ一つずつ見ていこうと思います。ただこれアドベントカレンダーなんですけど、アドベントカレンダーの括りなんですけど、なんかもうちょっと変わっていて、番号が振られ、今回入ってるプロダクトは、1,2,3,4,5個なので、番号としては24、20、21、22、23、24で、クリスマスまでのカウントダウンを5日前からカウントダウンできるっていうアドベントカレンダーですね。で、じゃあ早速20番20日の中身はキャンドルです。なんかミニキャンドルです。結構香りのいい感じです。で、次21、これどっちが21なんだろう、これが21かな。で、21番がこれは、まあ、まずこんな感じなんですけど、ミラーです。ちっちゃいコンパクトミラーで、次が22、モイスチャライズングスタイリングクリーム、スタイリングクリーム、なんかヘアケアのプロダクトって私あんまり使わなくて、メイソンのヘアブラシとか、アベダの、ヘアケアのクリームだったりブラシだったりとか、そういうのをもう本当に簡単に使うぐらい で、あとシャンプーは香りで結構選んじゃいますね。で、23番が、リクサー、これはヘアオイルだと思います。パルマンの
パッケージって本当に心をわしづかみにするというか、デザインもそうなんですけど、すごくもうプレゼントの心を分かっているというか、本当に素敵です。で、これが24、これもヘアミストですねっていう感じのラインナップで入ってます。あ、本当に、でもヘアケアなので、まあそれなり、これアドベントカレンダーで来たら、もう今アンボクシングしちゃったんですけど、ワクワクしますね。ちなみに今回アドベントカレンダーだけじゃなくて、スパでジバンシーのスパが、ミラドールにあって、でそこのスパでバルマンの、ヘアサロンがあったんですけど、そこで、買って、で買った時に、これは君だけにプレゼントだよって言われて、まあ、きっとなんか誰にでも言ってると思うんですけど、2つこのアドベントカレンダーと一緒にもらったのが、1つはこのゴールドのピン、ピンは全然つけないんですけど、でもくれると言うならもらっておこうと思ってもらっちゃいました。一つがこのゴールドのピンと、もう一つが、これはミニポーチ、このバルマンのミニポーチで、トラベルエディション、またトラベラーに嬉しいポーチで、ここ なんか横に多分ベルトに通すポーチとして、序盤の時とか、なんだろう、ちょっとその辺に行きたい時に、なんかバッグ持ってくのめんどくさいなっていう時に、なんかぴったりそうな感じのバッグをもらっちゃいました。こんな感じです。ちょっとなんかもうすでに荷物が増えすぎちゃって、どうやって持ち帰ろうかなと思ってるんですけど、ヘアオイルは早速ちょっと使っちゃおうかなと思います。あ、でも香りとかも、香りが思ったよりバルマンなのにフローラルで、バルマンなのにっていうのもおかしいかもしれないんですけど、結構いい感じです。なんかヘアケアのプロダクトって結構香りで選んで重視するの、あ、これ本当にすっごいいい香り、なんかすごく鼻のアルンモーショアイゼングエレクサーとんでもなくいい香りな、いい香りです。あ、でもあまりたくさん買い物したら怒られちゃう、大丈夫かしら。以上、バルマンの2021年のアドベントカレンダーの紹介でした。Oh.